った。サメが来たらどうしよう。ゆいかてぃです。はい、こんにちは皆さん。本日は私一体どこにいるのかと言いました。海です。あ、やばいやばい、かき氷が本当に溶けてきてる。一旦かき氷の方から捕食させていただきます。ちょっとすいません、失礼します。氷めっちゃ美味しい。じゃあチャーハンも失礼します。なんか海っていいね。海って暑いね。基本的に私海って嫌いなんですよ、すごく。海には来たいなって思うんですよ、一応。でも浸かるのも嫌いだし、暑いのも嫌いだし、砂が足につくのも嫌いだし、現実的に嫌いなんですよ。嫌いなことが多いんですよ、海。だけど毎年海に2回ぐらいは行ってんの。なんでなんだろう。まあさ、海って言ったらナンパ。あんたたちは海でナンパされたことある？うちな、うち海でナンパしてくる人とかを見ると言ったらさ、海パンってもうパンツと同じ状態って感じやんか。だからなんかパンツ一丁でお姉さん何してるとか、お姉さんどっから来たんとか言ってるのがすごいなんか滑稽に思えるわけです。パンツ一丁でその下にはぶら下がってるのに、海でこうナンパしてくる人は大体なんかろくでもないやつが多いなって思うんですよ。のどかだね。チャンネル登録してね。はい、ということで本日はついついうますぎてついていってしまったナンパエピソードを皆様に募集いたしました。何？放送するなら放送して。普通に顔イケメンすぎ。それはそうかもしれない。イケメンに勝るものなんてないですから、まあ、イケメンかお話お口が上手な方はいいかなみたいな思っちゃう子も多いんじゃないかな。うまいのか知らんけど甘い言葉を言われてついついついていってしまったこと。あんたちょろすぎ。チュール持ちながらおいでって誘われた猫。それ猫だと思われてるよあんた。こんなに可愛い子初めて見た。お願いだから一発やらせて。潔いね。うん、一周回っていいかなとはならないけど潔いね。お嬢ちゃんお菓子買ってあげるよ。不審者。ダイソーってどこにありますかって駅で話しかけられた。近いとこ知らなくて道を教えた。それはナンパではなくただの道案内では。実家の犬の写真を見せてくれた。いらないよ別に犬の写真。犬好きそうだったのかねあんたが。そう見えたんじゃない。だから犬見せたらついてくるかなと思ったんですよ。よくあるのがなんか俺んちネットフリックスあるから来ないみたいな言われるやつとかって、なんかさ、そうやってサブスクでさ人のこと釣ろうと思ってさ、なんかちょっとキモいよね。人生顔ですね。そうですよ、ご存知の通りね。男も女も顔が全てです。世の中そんなもんですよ。バス停に座ってたら立ってるお兄さんが時刻表を見ながらお姉さんの連絡先はどこですかって聞いてきた。私の連絡先は終点地点ですよ。赤い糸でつながっててあなたに引っ張られました。うちもそれ言われたことある。赤い糸をたどってきたらここにたどり着いたんですけど、もしかして運命の相手ってあなたですかみたいなのを言われたことある。仲間だね。でもそいつ超ブスだったからやめた。大好きなものいっぱいあげるから一緒に遊ぼう。なんかさ、やっぱ物で釣ってくる人多いんだね。でもそれってさ、結局自分に自信ないだけじゃないのって思うの。自分に自信ないから物でさ釣ろうとしてるわけでしょ。ダサくね普通に。ついていってないけど俺サトシ、マサラタウンってどこだっけって言われて笑った。自分の出身。出身地忘れんなよ。元彼にナンパされてそのままやって寄り戻した。夏だね。沖のテトラポット付近は潮の流れが速いため。放送も海に来たって感じの放送ですわね。ねえ、どこまで話してたか忘れちゃった。もうとにかくあんたたちちょろすぎだし、結局なんか男も女も顔なんだね。結局ね、そういうもんだよ。ナンパってやっぱさ顔なんだよ。結局は女もそうだよ。ある程度スタイルが良くて顔が可愛くてギャルだったらナンパされるんだよ。じゃあうちは？ない。おい。はい、ということで本日は何？人の焼けてる事情どうでもいいな。
焼きすぎやろ。はい、ということで本日はついついついていってしまったナンパテックを募集いたしました。そして本日は海でお届けさせていただきました。皆さん海気分は味わえましたか？味わえたのかな、この画角だけで。ちょっと海とか行ってみようか。海行ってみましょう。海行くわよ。Thank you.